一応希望が見えてきたぞ。そして私は馬の扱いが下手だぞ。なんか結局同じ場所に出てきたんですけど。ダメじゃん。多分ここのすぐ上。ってことは結局またしてもここから行くしかないのか。ち。やっぱりあのガーディアンから逃れることはできないのに。盾でも防げんのかな？防げんか。あの足音に気づかれないなんちゃらかんちゃらみたいなあれ使えばいいんかな。なんか風強くね。またなんか、デクナッツとかじゃないよね。お願い登れて。登れて登れて。ちょい待ってね、弱い武器か。はい、チュッチュ。あ、転がり落ちていく。チュチュゼリーが転がり落ちていく。風が強いからそういうことになるのか。なんでこんな風強いの？標高が高いからか？でも別に滑り落ちていくみたいなことはないんやね。よし。私はただかかりこ村に着きたいだけなんだけど。そのかかりこ村に着くのが一苦労。とりあえずあのガーディアン。すげえ崖走ってる。崖走れるんやそこ。あのガーディアンをさ、どうにかせんことには、全然たどり着けないんだよね。鳥がいっぱい。そう。どう行けばいいんだ。とりあえずこっち行こう。この辺から登った方がいいかな。あ、ごめんよ、びっくりさせて。カモメかな？どうでもいい。カモメかな？同じチキンでもあれやね。チキン。同じ鶏肉でもあれやね。いろんな鳥がおるね。どんな鳥でも食べれるんかな。ヘイゴーゴーだけ。なんかこう、姿を消せる何かとかないかな。透明になる薬みたいな。さすがにそんなものはないか。あ、やべえ。これ登りきらんのやない。登りきれる？え、結構危ないよ。え、危ないって危ないって、いける？あ、これギリギリいけんのやない。あー、ほらほら。くそ。ごめんね、疲れたね。まさかの登れんかったんやけど。え、さっきこの辺登らんかったっけ？気のせい？なんか結構低く見えて低くないんだな。いやまあ低く見えてって言ってもリンクがこの大きさでこの高さやったら十分高いけどね。この辺歩けるんやないね、一旦絶対ここ歩けるやろ。ほら。はい、体力回復。からの駆け上げろ。駆け上がろ。んで多分ここを上がったらまた。さっきなんか、これ？静かさを増やす。料理に使わんといかんのか。くそー。料理用の鍋この辺なくね？さあ、行け行け。頑張れ頑張れ、私。どうなん、ちょっとあのガーディアン。無理ゲーじゃないこれ。いけるの？いけるの？何みんな、普通に進んでるの？超気になるんだけど、どうやって進んでんのみんな。ほら、いるでしょ？怖いって怖いって。これってやっぱりあれ、気づかれんようにいかんといかんってことかな。こういう感じで
づかれてますよね。気づかれてますよね。どうやったら気づかれないのあれ。聞きたいんだけど。ああ、またこんなところに戻されたよ。どうやったら気づかれないのあれ。馬が必要か？いや、でもあれだよね。あ、ごめんね、馬。馬よ、ごめんね。よし。乗らせて。ああ、馬が必要ってことかな。逃げれるんかな、これ、このまんま。一応、ほらほらな。落ち着いて。ふざけんなよ、てめえ。ちょ、待ってね。そう、今ね、チュチュの相手をしてる場合じゃないんだ。うおお、くっそー、せっかく馬を手に入れたのに。あっちを滑り降りていく。とりあえず、別の方法は見出せたかもしれない、これで。さあ、来いよ。とりあえずそこの一匹。やっつけだるー。あ、ごめんね、ごめんね。馬をやっつけたいわけじゃないのよ、私。はい、これで一匹。あいつもこっちに来るのを待った方がいいんかな。来いよ、来いよ。へい、来いよ。あいつもこっちに来るのを待って。はい、これで。さあ、落ちたところをボコバットに持ち帰る。さあ、あっこのやつも何匹おるん。その馬かわいいね、その馬かわいい。くそ、ちょ待って、回復回復。危ない危ない。ね。ちょ、回復しよう。これぐらい回復しとけばいいかな。ちょ、もっと身軽なものにした方がいいかな。投擲槍。普通に旅人の剣の方がいいかな。こいつ相手やったら。オッケー。よし、これでなんかその辺にいっぱい馬がおることに。あ、なにこいつ、なにこいつ。ね、ま、消えた。塩招きかなんかかな。ね、ちょっとそこの馬。超可愛いやん。てか、超メルヘンやん、この子。あ、ごめんね。ごめんね、ごめんね。ほらほら。ほう。ほうほう。ちょ、待って、お、落ち着いて。そう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 。ほうほう。はぁ。ちょ、待ってね。方向が違うよ。あっちに行ってほしいんだ、私。行ってほしい方向が違うんだ。はいはいはい。馬の扱い難しい。助けて。違う違う。馬ってこんなに扱えないもんなの？なんかキリンのお尻みたい。なんかちょっと怖いんだけど、馬に乗ってるの。うおう。まさかのデクナッツ？
ね、これでさ、乗り越えられんかな。でもさ、崖登っていけんよね、馬連れとったら。なんか別の方向からぐるっと回っていく方法があるとか、そういうことかな。ね、その辺ちょっとよくわかったんよね。うん、ちょっとゆっくりになって。あ、危ない危ない危ない、落ちるよ。ね、あっち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 。そうそうそ、そっち？そっちじゃないな。ちょっと待って。ちょっとブレーキかけてね。これ。あれだな。まだ全くマップがよくわからんな。ちょっとだけ走って。もうちょっとだけ早く行ってくれてもいいかな。なんかヤギいる。これさ、水とか越えていけるんかな？ちょっと待ってね。あー、ちょっとそっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃないよ。ね、水の中とか入っていける？君。入っていけるんだとしたら、ここ渡っていってほしいんだけど、渡っていける？水を避けていってるな。ということはいけないのか、水の中は。沈んじゃう？ごめんね、いやいやって言ってるね。なるほど、水はダメだ。ということはどうやって行けばいいんだ？あれ、橋？あ、ごめんごめん、何？なんか障害物あった？あれは橋かな？なんかガーディアンっぽいものが。止まってくれ、止まってくれ、止まってくれ。ふう、焦った。 どうなんだ？あー、ごめん、こっち逆方向なんだけどね。いけないな。あっちの方向に行ってほしいんだ、私。危ない危ない危ない。あんまり離れたら聞こえんのかな？怖い怖い怖い。恐ろしい。馬で駆け抜けていけるかなとちょっと思ったんやけど。馬に乗ればいけるんじゃないかと思ったのはちょっと間違いやったかな。この辺なら、待って。思った方向に進んでいかない。難しい。このさ、風車がちょっと村の入り口のヒント的な感じかなって思ったんやけど、結構村、思ったより遠いよね。思ったよりだいぶ遠いよね。なんかこっちの方から行けたりとかしない？行けそうにないな。ダメか。何をどうやっていくんだ。ほうほう。そんなところ走れます？あそこなんか陸地続いてない？よいしょよいしょ。
ほら、この辺なんか陸地続いてない？続いとる続いとる。ね、行ける、行ける？ね、あっちあっちあっち。あっち行ってあっちあっち。ちょ、あの、この。ね、これでさ、あの、あっち、あっちの方向行ける？うん、ちょっと、よいしょ。もう、そうそうそう、そっちそっち。これで、これでとりあえず水の向こう側には渡れた。これでこの馬をどこからでも呼び出せるとかになればいいんやけどさ、そういう風にはなりそうにないけんさ。もしかして崖登れるの？登れんよね。まあ落ちますよね。まあ落ちるよね。じゃあやっぱりあのガーディアンは自力で倒さなければいけないってことかな？だって確実に見つかるやん、あれ。確実に見つかるやん。馬がどこまでもついてきてくれるわけじゃなし。難しいね。難しいね。ここからどうやってあそこに行けばいいんだ。まだね、この辺なんかぐるっと回っていきよったら、そのうち馬でもつけるよっていうならあれなんやけどさ。いけないもの。なんだなんだ、暴れだしたよ暴れだしたよ。多分上の方で呼んだところで来ないんだろうし。でもあれやん、なんか昔エポナとかやったらさ、どこから呼んでも来てくれよっていうような気がするんやけどさ、ああいう感じに、もう完璧にこいつは自分の飼い馬みたいな感じにできるんやったらいいんやけどね。あれかな？今まで、覚えてきたいろんな能力？あの辺のを駆使してなんかできないものだろうか。難しいかな。普通に剣でやっつけれるっていう。でも今多分武器壊れたよね。ちょい待って。投擲槍。リモコン爆弾を使えばいいんかな。とりあえず爆弾使ってやってみるか。この辺から上がっていけるんやったかな。ここから上がって、いける？いけるかな？まあ、いざとなったら、パラセールがあるけん、落ちるっていうことはもうないかな。よし、頑張って上がってこう。そうよ、爆弾があるじゃないか。爆弾使ったら一発でいけるんじゃね？で、多分、こんな簡単なことやったんかいっていう風になるような気がする。よし。ちょ待って、一旦ここで。はい、休憩。てか、多分さ、現実的に考えたら、磁石とかにもくっつきそうな気がするけど、その辺はさすがにくっつけることはできんのかな。ね。まあ、その辺は無理かもしれんけど、爆弾使ったら、いける。
きっと。よし。さあ、ってことで一応希望が見えてきたぞ。そして私は馬の扱いが下手だぞ。ああ、風が強い。吹き飛ばされそう。さあ、とりあえず、どうせ一発でやられるんやけど、やられるときは。それでもやっぱり回復はしておきたいよね。ってことで。は。え、聞いてなくね？聞いてなくね？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。